こんにちは、今です。いつもご覧いただきありがとうございます。今日も一日仕事やりましょう。今日は、じゃあ頑張ってきますっていう時に英語だと何て言うでしょうか。今からテストなんですけど、じゃあ頑張ってきます。いっすみたいな時に英語だと何て言うか3秒考えてください。OK、では答えです。答えは、Wish me luck。Wish me luck。と言います。Wish me luck。私に幸運を祈ってください。っていう直訳ですね。よく私に、なんだっけな、よく役だとなんて出てくるのかな、幸運を祈っててくださいみたいな、幸運を祈ってくださいみたいな、そんな感じで出てくるんですけど、そんなこと言わないじゃないですか。言わないですよね。多分人生で言ったことないですよね。お前から大丈夫です。人生で言ったことないじゃないですか。だからそういうね、人生で言ったことがない表現、日本語の表現とリンクさせて覚えておくと一生使わないんですよ。頑張ってきますで覚えておくと使いやすいですね。じゃあちょっくら行ってきますみたいな、頑張ってきますみたいな時に Wish me luck って英語だと言うわけですよ。でそう思ってるとなんかこう使いやすいですね。あれ頑張ってきますなんて言うんだろうって思うじゃないですか。私に幸運を祈ってくださいってなんて言ったのとか思わないですよ、あんまりね。そうなので、その違いですね。自分が使いそうな表現で覚えておくようにしてください。じゃあ発音いきましょう。 Wish me luck。 Wish、 口前に出ます。 SH の音は口前に出ます。 Wish Wish WishWish, wish じゃないですよ。Wish, wish me, wish me, wish me luck, luck. OK, 何を今気合入れたか言ったかよくわかんないけどいいんですよ。OK, じゃあ行きましょう。全部つなげて Wish me luck, wish me luck, wish me luck, wish me luck. OK, very good. まあ多分ですけどね。OK, so, wish me luck. ぜひ使ってください。まあ、英会話スクールとか行ってる方は、明日何々なんですよ。wish me luck. でもいいし、オンライン英会話やってる方は、明日何々なんですよ。wish me luck. でもいいし、来週何々なんですよ。wish me luck. でも何でもいいと思います。頑張ってきますっていう時は、wish me luck を使ってください。OK?OK,、okay? okay, so thank you very much for watching and I will see you again tomorrow. Bye! 定期的に動画をアップしていきますので、一緒に英語を楽しく覚えましょう。グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。